こんにちは、脳トレ休憩室です。今日の脳トレは記憶力を試そうです。ルールを説明します。まずはじめに6個の絵を覚えます。その後、計算問題、数字のクイズ、迷路など様々な脳トレを解いていただきます。様々な脳トレの問題を解き終わった後、最初の6個の絵は何だったか回答してください。それでは早速6個の絵を覚えていきましょう。終了です。計算第1問です。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。次の問題です。計算問題第2問、足すか引くを入れてください。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。次の問題です。最大、最小の数字を探してください。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。次も数字クイズ。抜けてる数字を探せです。1から16で抜けてる数字があります。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。次も数字クイズです。同じ数字を探してください。正解はこちら。次は迷路です。左上のスタートから右下のゴールに行ってください。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。次の問題です。迷路第2問です。終了です。答えを見てみましょう。正解はこちら。お疲れ様でした。それでは最初の6個の絵を思い出してください。
疲れ様でした。全部覚えていましたか？もしよろしければコメントくださいね。ここまで動画を見ていただきありがとうございました。私のチャンネルは毎日たくさんの脳トレ動画を出しています。ぜひまた遊びに来てくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。脳トレの結果や感想をコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で会いましょう。ありがとうございました。